せん日で日常少しリッチな気分に。こんにちは、ハリベチャンネルのブッチです。本日の動画はこちら。クラウドファンディングで大人気のコードバンを使ったタイディ 2.0 クラウンとジャパンファクトリーから出てるホースレザーを使った L 字長財布、この2つを比べてご紹介していきたいと思います。現在クラウドファンディングの幕開けっていうページでプロジェクト開催中のこちら、ハレルヤオリジナルコードバンを使った小さい長財布タイディ 2.0 とジャパンファクトリーから登場しているこのホースレザーを使った L 字の長財布、同じ馬革を使ったお財布なんですけども、どれぐらい質感が違ったりとか、どんな特徴があったりとか、ちょっと比べながら見ていけたらなと思っております。タイディ 2.0 クラウンご存知の方とか、この動画から見つけてくださって気になっている方とか、新しいお財布探している方とか、なかなか馬革の財布でこう比べてご紹介するっていうこともないと思いますので、よかったら新しいお財布を選ぶ判断基準にしていただいたりとか、単純に同じコードバンとホースレザーどれだけ違うのかっていうのを楽しんでいただければなと思っております。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、それではこちらのコードバンのタイディ 2.0 クラウンとホースレザーを使った L 字長財布を比べてみたいと思います。で、両方とも馬の革を使ってるんですけども、使ってる部位っていうのが全く違って、こっちのコードバンの方は、知ってる方も多いかとは思うんですけども、馬のお尻のコードバン層っていうところの珍しい革を使っております。特徴としてはやっぱりこの光沢、キラッキラしたこの綺麗な光沢、これが特徴になってます。やっぱり希少部位なので1個から取れる量も少なくて、革のダイヤモンドと呼ばれているような革になってます。で、触り心地はサラッとしててかなり気持ちよくて、見た目もいいんですけども、手触りもすごくいい感じになってます。で、今回このタイディ 2.0 クラウンで使っているコードバンなんですけど、ハレルヤオリジナルコードバンになっていて、ちょっと動画じゃ見にくいかもしれないですけど、革本来の表情っていうんですかね、ちょっと見にくいな。よくあるコードバンでこう顔料とかバーッと塗ってベタッとした印象のものが多いんですけど、今回使っているこのコードバンは革本来の良さも生かしつつしっかり色をつけてるんで、見た目の綺麗さもありながら革本来の表情とかも楽しめるっていう絶妙な仕上がりになってます。やはりなんといってもこの見た目の上品さ、高級感、めちゃくちゃかっこいいですね。コードバンを使ったタイディ 2.0 クラウンと比べて、こっちのジャパンファクトリーから出るホースレザーですね、普通馬の革を使ったお財布になってます。見た目の違いっていうのは一目瞭然ですね。同じくツヤ感っていうのはあるんですけども、コードバンみたいな感じでこうツルッとした表情っていうのはないです。っていうのもこのお財布自体をなめしてからオイルを塗り込んで、その後にシワ加工をしてるので、ちょっと表情がまたコードバンとは変わっております。並べてみると分かるんですけど、どっちもこうかっこよさとかツヤ感っていうのはあるんですけども、だいぶ見た目の表情が違って、どっちかというと綺麗めカジュアル目みたいな感じになるような印象です。で、こっちのクラウドファンディングで出てるタイディ 2.0 クラウンのレビュー動画っていうのは別のこっちの動画で紹介しているので、もし気になった方はそっちの動画概要欄に貼ってますので見ていってください。あとはこの同じ馬革なんですけど、お値段の部分ですね、やっぱりコードバンの方が希少になってくるんで、かなりお値段跳ね上がります。で、反対今ホースレザーはコードバンと違ってそこまで希少っていうわけでもないので、コードバンに比べてちょっとお値段はやっぱり安くなるっていうのはメリットかなと思います。どっちがいい悪いとか値段で決めるものではないかなとも思うんですけども、一つ財布選びの判断基準としてやっぱりそこもね関わってくると思うので、参考にしてみてください。で、あとはエイジングの面ですね。そのコードバンの方もエイジング回していくんですけども、ホースレザーに比べて、そんなに見た目は変わらないですね。なかなかね、馬側のお財布でこう悩むってこともないとは思うんですけども、こんだけ見た目も違って質感も違ってエイジングも違ってくるんで、一口に馬側って言ってもだいぶ特徴が変わってます。ついでなんでちょっと中身の方もさらっと紹介させていただきます。まずはそのタイディ 2.0 クラウンの方からいきます。お札とか中身入れた状態っていうのは別の動画で解説してるんで、ざっくり内装だけご紹介させてもらいます。カードポケットがこう縦にしまうタイプで両サイドにあって、コインポケットは蓋なしのタイプですね。ちょっと浅めな設計になってます。キーポケットが3箇所あって、こっちがお札ポケットですね。お札仕切りがこういった感じついてるんで、お札の種類を分けて収納することは可能です。で、中に使ってるのはイタリアンレザー使ってるんで、外のコードバンの高級さに合わせて中身も高級感あるような作りになっております。次にこっちのホースレザーの L 字の長財布です。これ外面が姫路産のホースレザーを使っていて、で、中身が全然色がこう違って、牛ヌメ革使っております。かなりシンプルで、カードポケットが両サイドにあって、蓋なしのコインポケットがちょっと深めに設計されてます。で、よく使うカードをここに収納していただいて、あとは両サイドお札入れ、フリーポケットが両サイドに1箇所ずつっていう感じになってて、中身はシンプルでかなり使い勝手は良さそうです。サイズは小さい長財布っていうことだけあって、指1本分ぐらい短くなってます。ホースレザー個人的にはすごい好きな財布やったんで、語ってみたみたいな感じで動画も上げてるので、よかったらそっちの方参考にしてみてください。
はい、そんな感じでタイディ 2.0 クラウンとホースレザー L 字長財布の違いでした。まあ、最後にもう一回ざっくりちょっとまとめさせていただくと、こっちのタイディ 2.0 クラウン、これはもうハレルヤオリジナルのコード版を使った超綺麗、超おしゃれ、超高級感のあるお財布です。でサイズもかなり小さいんで使いやすさっていうのもバッチリです。こっちのジャパンファクトリーのホースレザーを使った L 字の長財布、大きさは普通の長財布と一緒ぐらいなんですけど、中の牛乳目がいい感じでエイジングもしていきますし、まあ、表情がねちょっとカジュアルさもあるんですけども、まあ、どことなくこの大人っぽい渋い感じっていうのもあって、こっちはこっちでおすすめです。で質感っていうのもやっぱりこうサラッとした方とこうしっとりというか皮やなっていう感じのいい質感してるんで、同じ馬側使ってるんですけどももう全然違ってきます。まあ、ここは正直まあお値段とかもあるんですけども、革の好みで選んでいただいてもいいのかなと思います。ビジネスシーンとか綺麗めのファッションをする方っていうのはこのコードバンのお財布持つ方が個人的にはおすすめなんですけども、革がほんまに好きでエイジングとか楽しんだりとか、その革の質感楽しみたいという方はこのホースレザーの方を選んでいただければいいかなと思います。ほんまはねあのクラウドファンディング幕開けの宣伝とかしないといけないんですけど、やっぱりこっちのホースレザーもねこれいいんですよ。この質感と大きさもちょうどいいですし、使い勝手シンプルでいいっていうところで、またこう喋り出しちゃうとこれ止まらなくなるんで、この辺で割愛させていただくんですけど、まあまあこのコードバンのねこの小さい長財布タイディ 2.0 はもう使い勝手もいいですし、やっぱりオリジナルコードバンで革の表情もしっかり見えていい感じにツヤがあるんで、ハイブランドを持ってる方とかちょっとハイブランド飽きてきたなっていう方は同じような価格帯なんで、たまには、ね、革の質にこだわって持っていただいてもいいのかなとも思います。この動画が上がってからそんなに日数はないと思うんで、気になる方とか、まあ、気にならない方もよかったら概要欄の幕開けのページ見てみてください。定価で出るより多分 10% オフとかで購入することができますので、小さい長財布タイディ 2.0 クラウン、ぜひ支援のほどよろしくお願いします。で、じゃあコースファーマーちょっと見た目もちょっとちゃうし、革もあんまり好きじゃないからええわっていう方はこっちのホースレザーこれです。このページも一応概要欄の方に貼ってますので、よかったらこっちのホースレザーも見ていてください。まあ、もし参考になるとこがあれば革財布選びの参考にしてみてください。ぜひ幕開けのページを見ていってください。ということでここまでご視聴ありがとうございました。失礼いたします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。変わることを愛せる人をこれからも楽しませたい。